さんとヤマタノオロチキラーマシン神田田さん。おお、はい、どうも皆さんこんにちは、しろこチャンネル中2です。 GGG チャンネルのみそ汁です。はい、今日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、本日はですけど、3月10日に来ましたアビリティ覚醒、はい、こちらのキャラ特集、これはね新コーナーですね。おー、ついについにアビリティ覚醒をこってりやっていこうというコーナーでございます。イエーイ。はい、今回はその3月10日に追加されたキャラについてね、アビリティ覚醒の、まあ、こってりね実況をやっていこうと思うんですけれども、この他にもね、もしねどうしてもこれをやってほしいとかね、このアビリティ覚醒迷ってるとかあればね、コメント欄にいただければね、そのうちねまた別回でアビリティ覚醒について特集させていただくかもしれないので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずはお知らせ見ていきましょう。じゃあ私が見ようかな。うん、じゃあいきます。いってみー、チューニー。今回はこの4キャラについて見ていきたいと思います。全2回でお送りしたいと思います。まず最初に見ていくのがオルナンデさんとヤマタノオロチキラーマシン神田田さんです。おー、はい、じゃあこちらのキャラについてアビリティ覚醒を見ていきたいと思います。はい、ではまずオルランデさん見ていきたいと思います。はい、オルランデさんが、アビリティ覚醒しているのがちょっと今ねこの画面だと見にくいんですけれども、はい、黒獅子の紋章ですね。こちらと成功ばっかりですかと冥界強強打ですかね、はい、この怖くて撃たれるやつです。叫んで撃たれるやつ、これが、アビリティ覚醒が来てます。はい、でまずは、この黒獅子の紋章ですね、こちらのアビリティ覚醒から見ていきたいと思います。まずこの黒獅子の紋章というのが、はい、まあ、向こうステータス以上が一部無効になるっていうものと、体験を装備時に攻撃力をアップするというものになってます。はい、なんか例えば今201でちょっと上がってるのはなんだ？なんかパーセンテージ上がってるのか。そうだね、攻撃力アップみたいな感じか。攻撃 30% アップかって上がってるんですけど、これに、まあ、レッドウィングとかキュッとつけるとめっちゃ上がる。上がりますね。もうめっちゃ上がります。はい、まあ、このもともと攻撃力が63上がるレッドウィングを装備したんですけれども、まあ、結構上がりましたね。上がりましたね。はい、まあ、こんな感じで、かなりステータスが上がるようになってます。はい、でさらにこの、オルランドゥさんがアビリティ覚醒をすると、剣と刀装備時に、攻撃力がアップするようになるらしいですね。はい、なんでちょっとこちらを見ていきたいと思います。はい、この黒獅子の紋章なんですけれども、もともとオルランデューさん HP 30% 入っているので、 30% アップが入っているので結構 HP 上がってるんですけども、さらに HP がアビリティ覚醒1の状態で上がるようになるので、はい、そちらをまずは見ていきたいと思います。まずは、オルランデューさんの HP が4707ですね。何にも装備してないので、はい、4707の状態からアビリティ覚醒を1します。どこもそうですね、いいですね、1に行っても次から飛ばしましょうはい、 HP アップしましたね。はぁ、めちゃくちゃめちゃくちゃ上がったね。4707だったから結構800ぐらいかな。そうだね、30%上がってからのそれだから元の数値が、あ、20% アップって書いてありますね。あ、本当に書いてある。うんうんうん、分かりやすいですね。さらに 20% アップしたな。めっちゃ強いですね。めちゃ強い。はい、よかった、これはすごいな。はい、で続いて、このアビリティ覚醒にまで行くと刀と剣を装備した時に攻撃力バップするらしいんで、はい、まずはなんか適当に装備をさせてみよう。うん、じゃあそれでまずはこの元々の攻撃力アップする体剣を装備した状態だと326になってます。うんうん、で外すと201で、まあ、エンハンソードですね、これは刀だっけ、剣を装備すると283ですね。まあ、普通に82の攻撃力が乗っただけ。そうですね、なんで今のところだとちょっと攻撃力が低くてもレッドウィング装備した方が攻撃力が高いという感じになってますね。で、一応刀も装備させてみようか。どんぐらい、まあ、どんぐらいというか普通に乗ってる状態だからいいか。201プラスこの刀の紫の、ないや、紫の61が乗るだけかな、262、まあこんなもんですよ。はい、まあ、そのままのステータスが乗るだけですね。はい、じゃあちょっとアビリティ覚醒しちゃうよ。はい、というわけで HP アップと、刀、剣刀装備で攻撃力アップしましたね。はい、いきましょう。じゃあ
めっちゃアップした。あ、すごい。超アップしてんじゃん。続いてはこの成功爆裂家と明快強強打を見ていきたいと思います、はい、じゃあまずは成功爆裂犯を見ていきたいと思います、はい、でこの成功爆裂犯なんですけれども、プラス1の状態で、ダメージ量アップで、プラス2の状態でさらにダメージ量アップと消費 MP を減少という形なので、まあ、どんぐらいアップするのかなっていうのをちょっと見ていきたいと思います。じゃあちょっと何も装備してない状態でいきますよ。あ、久しぶりに見た。もう終わりたい、これで。そうだね、終われるからね。終われんだ。うん、11894ですね。1万2000ぐらいですね。そうですね、1万2000ぐらい。じゃあワンアビ角してきますか。 OK ですよ、ワン角。うん、はい、はい、ではプラス1状態の成功爆裂さを見てみたいと思います。先ほどが12000ぐらいだったんで、どんぐらいか。おお、ちょっと増えてる。ちょっと増えてますね。うんうん、はい、はい、ではアビリティ覚醒2の成功爆裂さを使っていきたいと思います、はい、いきます。ドン。お、結構いったじゃん。おー、いった。おー、めっちゃ上がった。続いて明強強強ギャ、明快強強だ、もうちょっと見てみましょうか。はい、じゃあデメレルシスですね、久しぶりに来ましたが、はい、この子が魔法打つと魔法攻撃をしてくるんですよ、うん、でこの明快強強だっていうのが攻撃と魔力をダウンするものなので、ちょっとどんぐらいね、まずはデメレルシスさんの実力を見ていきたいと思います。目を覚ましてみてよ。めっちゃ精神 10% 使ったもんな、ここ。ここで、あー、オランダさんが3400ぐらい食らってますね。簡単だ、かわいいね。こうやってなってるよ。めっちゃかわいい。キラモシはちょっと落ちちゃいましたね、はい、まあ、何もなくてオランダさんが3400ぐらい食らってますね。まずアビリティ覚醒させてない状態で打っちゃいましょうか。これで打って、うん、キャルガしたらもう一回キャルガしていけそうじゃない、うん、はい、すごい、意外と耐えるね。耐えますね、今の子強いね。はい、はい、これ で攻撃と魔力してたくさん入ってますね、はい、でメテを打ってくるんでメテを見てみましょう。3400くらってた、さっきは、うん、それが歩いてきてない状態ね、はい、おー、1300、めっちゃ減った。減ってますね、半分以下になってますね、はい、はい、はい、ではやってまいりました。アビリティ覚醒にした明快強強打、こちらをまずぶっ破する、まあ、元が3400、3500ぐらいくらっていたところから、まあ、1400ぐらい、そうですね、1300、1400ぐらいになってからの、からのどれぐらい下がるか、ね、下がるかね、はい、じゃあこれで打っていきます、はい、オランズさんで見ていきましょう。メテオ、寝を覚ましたメテオ、眠りに。さあどうなる。1100ぐらい、ね、そうですね、結構下がりましたね。下がりましたね、はい、はい、ではですね、キラマシンさんのアビリティ覚醒をさらっと見ていきたいと思いますが、はい、はい、全身全霊切りっていうのと、はい、あとは何だっけ、2回行動ですね、はい、2回行動が、アビリティ覚醒、アビリティ覚醒。はい、じゃあキラーマシンさんが、今アビリティ覚醒を何もしてない状態で全身全霊でどんぐらいいくのか見ていきたいと思います。はい、いい、かわいい、かわいい、かわいかった。4200ですね、はい、でちなみに2回行動して攻撃ね、攻撃すると2回行動出ますね、うん、そうですね、結構強くない？2回行動強いね。これあのワンシュンシュンが、ワンシュンシュンが1回ですね、ほとんどよ。というわけで、はい、こんな感じのキラーマシンさんなんですけれども、ちょっとアビリティ覚醒をモリモリさせた場合どんぐらいいくのかを見ていきたいと思います、うん、まず攻撃力のステータスを見たいですね。そうやな、うん、ステータスは上がるのかな、これで上がるのか、攻撃が上がる、うん、これで上がるのか。まずは攻撃力が何にも装備してない状態で153ですね、はい、で、この2回コードを1回このアビリティ覚醒すると攻撃力がアップするので、ちょっとやってみたいと思います、はい、この小石が少なくて済みますね。そうだね、新設しよう、はい、攻撃アップしました。あ、 30% アップした。おお、いいですね、めっちゃ強くなった、めっちゃ強くなった、うん、あ、めっちゃ強くなった、188、はい、で続いて2回行動をなんとアップすると、なんとですね、パッシブで二刀流持ち。おお、すごいですね、めっちゃすごいですね。しかもこの
長小石1個ですからね。そうですね、あの、うん、低コスト高パフォーマンス、うん、あ、はい、じゃあちょっと2回行動しました。で、はい、全身全霊切りもダメージ量がアップするのでこちらもやっていきたいと思います、はい、こちらはね新小石が必要なのでちょっとコストが高めかなっていう感じですね、うん、はい、まあでも1個なのでね、この後ですよ、2個じゃない、はい、あれ2個ですね、そうだね、まあ、2個4個ですね、うん、はい、じゃあ行きましょう。で、ダメージ量がアップした、さらにダメージ量がアップするのでちょっとこのマックス状態でどんぐらいいくのか見ていきたいと思います。いいね、パッシブ二刀流いいですね、はい、いいですね、2個持てましたね、うん、しかも攻撃力 30% 入ってるので結構上がったんじゃないかなと思います、うん、じゃあちょっと行きましょう。よーし、じゃあ行くぞ、はい、普通に戦ってみましょう。スッと、あー、装備って大事だねー、装備大事だね。でも4回殴ってるね、4回殴ってますね、はい、めっちゃ上がった。やっぱ二刀流強いね、うん、まあ、ダメージ量がアップもしてるっていうのもあるけど、うん、まあ、何よりもやっぱりこう2本持ってね、倍、そうですね、攻撃できる、2回行動の両手持ちの2回行動なんで、はい、4回攻撃で2万5000になりましたね、はい、さっき3000ぐらいだったのが、うん、はい、じゃあ続いてこの全身全霊切りですね、はい、こちらもやっていきたいと思います。どん、これがプラス2、おー、うん、めっちゃ上がったね、3万6000、はい、ね、うん、はい、まあ、これは幻獣とかね、その他 あの防具とか装備してない状態でちょっとだけ装備をこの両手持ち、はい、じゃない、二刀流にした状態の、うん、キラマシンさんですね。え、めっちゃ上がったね、めっちゃいいですね、はい、なんでちょっと、まあ、キラマシン好きな方はね、うん、ぜひアビリティ覚醒じゃないでしょうか、はい、はい、じゃあ続いて行ってみたいと思います。はい、というわけでやってまいりました、はい、神田さんですね、うん、神田さんの、アビリティ覚醒が来ているのが、はい、メッタメタ斬りと、古文の応援ですね、はい、で、メッタメタ斬りに関しては、うん、アビリティ覚醒プラス1の状態で、うん、この防御のデバフがさらにアップする、減少量がアップします、はい、はい、で覚醒員の状態でこのメッタメタ斬り自体の攻撃がアップします、はい、はい、続いて古文の応援ですね、うん、このバーストストーンによる、上昇量アップっていうものがプラス1の状態で、確率で攻撃力がアップするっていう、多分キュインキュインキュインってなってここにピッて、あの、はい、太陽みたいなのがピッてつくパターンだと思うんですけれども、これが確率で出るようになります。そして覚醒プラス2になると、このバーストストーンによる上昇量アップに追加して毎ターン LB ゲージが上がるというようなアビリティ覚醒になってます、うん、はい、で神田さんの LB 自体は、はい、攻撃と味方全体に攻撃バフ、うん、が乗る感じですね。そうです、はい、これは、デバフがどのくらい入るかね、はい、この元々の状態で、ね、元々のね、見てみたいと思います、うん、まずオランデさんがウィッチを繋ぐってだいたい 2200×2 って感じですね。そうですね、2ヒット、はい、よっこいしょ、はい、眠りにつく4200、2300ぐらいかな、うん、で、アナヤレートをちょっと解除します。はい、で神田さんメッタメタ切り入れます、してもらいましょう。よいしょっこいしょ、はい、はい、上がりました。オランデさんが殴ります、はい、ドン、はい、下がりました、なんかちょっと下がりましたね。で、アナヤレートして、はい、メッタメタ切りました。メッタメタ切って、メッタメタ切って、 OK、 あやっぱり結構下がってますね。そうだね、1400から、あ、一発2000ぐらいまで下がりましたね、はい、はい、この状態がアビリティ覚醒してない神田さんの状態ですね、状態ですね。じゃあちょっとアビリティ覚醒してまた挑戦していきたいと思います。はい、では覚醒してきました、はい、メタメタ切りでと、うん、コブの応援がねプラスになってます、はい、コブの応援はバーストストーンによる上昇量アップと毎ターン攻撃力アップってことで攻撃アップか、ちょっと、お、上がった、ちょっと上がってますね、もともと113だったのが、はい、この攻撃力アップで22上がってますね、うん、じゃあまずはオランダさんが通常殴りします、はい、1個1500円3000ぐらいですね、トータル、うん、で、あ、いいのか、はい、うん、すやー、はい、この後ですね、じゃあベッシュさんがアナイアレイトを敷いてデスペルしてます、はい、神田さんメッタメタ切り、メッタメタ切り自体も多分強くなってると思うんですけども、うん、ドンと、おお、これ自体の攻撃力も上がってますね。でオランデさんがどんぐらい出るかです、うん、さっき3000ぐらいでしたね。じゃあいきます、おー、めっちゃ上がった、おお、3000だったのが4600ぐらいになりますね、うん、結構上がってますね、強い、うん、強いですね。じゃあこんな感じの神田さんのカビティ覚醒でした。続いて見ていきたいと思います。
い、じゃあ続いてはヤマタノオロチさんの覚醒見ていきたいと思います、はい、今回の最後のコンテンツですね。ヤマタノオロチさんが覚醒したのとはい、と言いますと輝く息、輝く息、敵全体に氷属性ダメージですね、はい、で輝く息と、はい、あとは恐怖の爪、恐怖の爪アンド超力ダメ、超力ダメ、もう恐怖の爪とかまず恐怖だからね。そうですね、本当にさ結構恐怖ですよね、結構いるから、ね、ストップ誰ストップ使ったお前かみたいになりますから、まずはじゃあどんな感じかっていうのを見ていきたいと思います、うん、じゃあまずはいくよ、はい、輝く息、多段っぽいですね、はい、これアビリティ覚醒するとダメージ の, そのヒット数がアップするらしいんですよ、はい、なんで多段っぽいんですけど、多段ではなかった多段ではないのが多段なのかな、そういうことだ多分。9300、あれじゃない、マジンフィーナのアルテマみたいな感じで、確かに、あのアルテマももともと一発だけど、うんうんうん、多段になってねチェインをするようになったりするんですけど、うんうんうん、そんな感じになるのかな、多分そんな感じですよね、で かつ氷特性なんで、うんうん、エレチューがねいいですね、ちょっと気になりますね、うん、結構いいんじゃないか、気になるぞ、はい、で恐怖の爪ですね、はい、恐怖の爪に関してはダメージ量がアップするらしいです、はい、まあ、元々のじゃあダメージ、そうですね、うん、ショーですねダメージ量の、ね、アップがショーなんですよショーですねって言ったんですけどあのね多分ショーだからね、そうそんなに、ね、アップしないとは思うんですけど、一応見てみましょうかね、そうですね、ショーですね、うん、恐怖が6400、11000、11008だね、うん、はい、続いて、はい、このね超力ため、超力ため、超力ためが戦うのダメージをアップするんですけれども、はい、うん、この、覚醒アビリティ2にした場合は、うん、攻撃力アップ、さらにこの恐怖の爪っていうアビリティの攻撃力がアップするらしいですよ、さっきやったやつですね、そう、うん、だから超力ためをしよう、まずね、はい、超力ためた、ためた、はい、からのノーマル攻撃です、いやー、結構強い、結構強いじゃん、めっちゃ強い、26,45でしょ、うん、これ普通の状態ノーマル攻撃だと、おお、めっちゃ力溜まってるじゃん、すごいね、これすごいよ、すごいアップしてる、普通の攻撃をすると3200でしょ、3200なのが超力ためをすると26000、かつアビリティ覚醒を2回するとさらにアップするらしい、恐怖の爪がすごい強くなるらしい、この感じでいくとすごいよね、すごいですね、だからまあ、うん、その結局一旦無駄にしてるから、うん、ここあんまりさ上がんないとさ何の意味ないじゃんってなっちゃうけど、これめっちゃ意味ある強さの感じですね、そうだね、2回攻撃するよりはいいですね、いいですね、いいですね、ちょっとじゃあポロチッチをちょっとマックスまで上げていきますはい、じゃあ輝く息見てみたいと思います、多段、うん、になってるのかな、お、いいじゃん、結構出てるんじゃない、ましたね、これでダメージが、おー、ダメージ量自体は、まあ、そんなに上がってはないんですけども、はい、多段になったので、で氷属性だから、うん、チェインができるんじゃないかなっていう感じですね、そうですね、エレメントチェインがかなり、ね、乗りやすいし、かなり、ね、多段のやり方的にも、うんうんうん、すごく乗せやすいんじゃないかな、そうですね、9000ちょっとだったのが、まあ、1万1000とかになりましたね、はい、うん、はい、で物理の子とかもね、攻撃属性の武器を持てばチェインしやすくなるので、そうですね、かなりいいんじゃないかなと思います、じゃあ恐怖の爪ですね、恐怖の爪は、うん、ダメージ量が、はい、多分アップしてる、はい、ちょっと前回のダメージが11000、11000ですね、じゃあいきましょう、どっこいしょ、あ、めっちゃアップしたじゃん、15000アップしてる、これなんかそのアビリティ覚醒画面だと、うん、ダメージ量がアップショーなんですよ、うん、ショーをアップしてまたショーをアップするから、うん、そんなにアップしてないのかなと思ったんですけど、意外とアップしてましたね、1万1000から1万6000近く上がりました、はい、はい、じゃあ続いて超力ためですね、この超力ためなんですけれども、はい、戦うの攻撃力がさらに覚醒1でアップするのと、覚醒2の状態でこの恐怖の爪っていうのが強くなるらしいです、はい、じゃあ戦うから見てみますか、そうですね、元々の戦うが大体3200で、さっきの力ためで2万のぐらいですね、おー、めっちゃ上がってる、クリティカル出たね、でももうちょっとワン、そうだね、もうワン、もうワン行った方がいい、クリティカルちょっと辛いな、クリティカルは、お、はい、じゃ行きます、トイッとイッとイッ、あ、でも強かった、ガードなんで今出てこないんだろう3万、1万ぐらい上がってますね、上がってますね、うん、戦うですからね、今のが、そうですね、はい、
じゃあちょっとまとめますと、はい、まとめてください。元々の恐怖の爪がまあ1万1000ぐらい。そうですね。であの何も覚醒してない状態、はいはい、でアビリティ覚醒2回した恐怖の爪がだいたい1万5000ぐらいですね。で力ためアビリティ覚醒2回すると、はい、こちらの恐怖の爪のダメージがアップするということで、まあ、アップしてアップするわけですよ。アップした状態いきましょう。恐怖の爪、うん、おい恐怖の爪どっこいしょ。あ、めっちゃ上がった。すごい。おお、7万。すごいね。え、アビリティ覚醒した恐怖の爪で1万5000ぐらいだったんで、うん、で超力の試した恐怖の爪で7万。ヤマタロウロスさんでダメージ出したい場合は力ためをしてから出しダメージ出した方が恐怖の爪、うん、まあ、なり、まあ、うん、その MP 問題があるんだったら戦うなりした方が効率が良さそう、うん、そうだね。そう、ターン数1ターン数あたりのダメージもその方が上がりますね。増えますね、うん、はい。というわけで、うん、今回はヤマタの、まあ、最初からこうオルランドゥキラーマシンカンタタヤマタノロチ、こちらのアビリティ覚醒について見てみました。もしねアビリティ覚醒このキャラでねやりたいなっていう方の参考になればね嬉しいなと思います、はい、ということで、また次の回にですねこの他の今回アビリティ覚醒したキャラグレースさんとかですね、はい、また実況していきたいと思いますのでぜひぜひそちらも見ていただければと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ツイッター公式ツイッターやってます。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。動画の更新通知や生配信のね更新通知も届きますのでぜひよろしくお願いします。はい、ではまた見てくださいね。バイバイ。